今日はですね、唐谷公人の世界史の構造から近代国家について、唐谷公人が近代国家について非常に面白いことを語っているので、それを紹介したいと思います。この日本もですね、近代国家だと思うし、多くの国家がですね、現在議会制民主主義っていう、そういうようなものを取っていて、この議会制民主主義っていうのが価値が高いっていうふうに私たち思っているんですけれども、この議会制についてですね、かつてヘーゲルはこう言ってますね。国家の官僚たちの方がこの職務についての優れた技能と習慣を必然的に備えており、議会があっても絶えず最善のことをなすに違いないけれども、議会なしでも最善のことをなすことができる、そういうことを言っていて、これに関して唐谷公人はですね、議会は人々の意見によって国家の政策を決めていく場ではなく、官士たちによる、官僚たちによる判断を人々に知らせ、まるで彼ら自身、国民自身が決めたことであるかのように思わせる場なのである、そういうようなことが書いてあって、非常に面白いことが書いてあるなというふうに思いますよね。かつてプラトンがですね、正義っていうものを語るときに、個人個人の正義っていうものを語ると、ものがですね、小さくなって見えにくくなってしまうので、国家の正義っていうものを語ろうっていう、国家の正義っていう大きい正義を語ることで、正義とは何なのかっていうことを解明していこうということで、国家という、プラトンが国家という本を書いていったんですけれども、これを逆にしてですね、国家っていうものを見るとですね、話が大きすぎるので、これを人間個人について考えてみると話が分かりやすくなるのではないかっていうふうに私思うんで、これをですね、この議会についての考え方、認識をですね、人間個人に当てはめるとどうなるのかっていうと、議会っていうのは人間個人においては意識みたいなもんでですね、私たち普通はこの意識っていう、そして意識の根底にある自由意志っていうものが私たちの体を、私たちのこう、思考をですね、動かしているっていうふうに私たち普通考えるんですけれども、本当にそうなのかっていう、意識っていうのは体はですね、自動的に動いていて、その体を、自動的に動いている体を認識しているっていう、そして意識がですね、その体を動かしているっていうふうに脳にですね、錯覚させられているのではないかっていうふうに私思うんですけれども、意識というものが、自由意志っていうものが体を動かしているとなるとですね、これはサイコキネシスみたいなことになってしまうんで、自由意志が脳内のシナプスを発火させているとなると、サイコキネシスっていうことになると思うんで、普通に考えればですね、意識というものは自動的に動いているこの体を認識しているだけで、そしてそのあたかもですね、自分が動かしているかのように錯覚させられているっていうふうに、こういうふうに考えるとですね、この近代国家のありようっていうのも分かりやすくなるのではないかなっていう、議会はですね、人々の意見によって国家の政策を決めていく場ではなく、官僚たちによる判断を人々に知らせ、まるで彼ら自身が決めたことであるかのように思わせる場なのであるっていう、まるでですね、国民が、議会が決めたかのように思わせる場なのである、まるでですね、議会というのは意識みたいな、そういうようなものであるっていうふうに唐谷公人に言っていて、国家においてですね、根本的なものはですね、議会でもなくですね、国民でもなく、それは官僚であるっていう、大量のですね、近代官僚軍であるっていう、そういうようなことを言っていますよね。そしてこの近代的な巨大官僚軍っていうものが現れたのがいつかっていうと、これがですね、ヨーロッパにおける絶対王権の時代で、これがですね、17世紀とか18世紀とかっていう、そういうような時代で、この官僚軍、巨大官僚軍が現れた時が、
まあ、近代国家が現れた時であるっていう、そういうような考え方をしていますね。そしてこの近代国家っていうものは、まあ、一体何なのかっていう、この地球はですね、ほとんどが国家っていう、この地球上の陸地がですね、ほとんど国家というものに現在埋め尽くされているんだけれども、ではこの近代国家っていうものは何なのかというとですね、唐谷公人はこう言ってますね。近代国家には2つの特徴があって、まずですね、王権の絶対性っていう、そういうようなことを言っていて、この近代国家がですね、ヨーロッパの絶対王権の中から現れたっていう、そういうようなことを考えて、王権の絶対性っていうのは、そのある地域における王様の絶対性っていう、そういうようなことで、あらゆる勢力の上に立つ王様っていう、そういうようなものがいて、そして第2にですね、王権の絶対性は上位の組織や観念を退けるっていう、そういうようなことで、このある地域における王権っていうものは、その上位にですね、何らかの皇帝であるとかですね、キリスト教会であるとか、そういうふうなものの存在を認めないっていう、そしてこのことがですね、さらに絶対王権は自ら皇帝のような地位に立つことを拒否して、それは他の絶対王権の存在を承認するということであるっていう、そういうことで、皇帝というものはですね、他の皇帝っていうものを認めないっていう、その地域における一番上の存在ということなんですけれども、この絶対王権っていうものはある地域においては絶対なんだけれども、他の地域においてはもちろん絶対ではないと、他の地域に絶対王権的なものが現れれば、それはその他の地域の絶対王権を認めていくっていう、そしてそのようなですね、認め合うその関係性の中で絶対王権っていう近代国家っていうものが現れて、近代国家がですね、絶対王権として現れた後に、その王様っていうのが、まあ、革命で打ち倒されると、その後ですね、民主主義っていう、そういうようなものが現れてくるっていう、そういうようなことで、フランスとかですね、まあ、ドイツとか、そういうふうになってますよね。そしてここにおいてですね、近代国家には2つの特徴があって、まずですね、ある地域において絶対的な権力っていうものがある、そしてもう一つはですね、他の地域における絶対的な権力に自分が絶対的な権力であるっていうことを認めてもらうっていう、この2つあるんですよね。この2つ目がですね、結構忘れられがちであるっていう、そういうようなことなんで、これをですね、例えば、まあ、個人的な、その人間個人個人に例えるとですね、まあ、人間個人個人はそれぞれ意識っていう、そういうふうなものがあって、まあ、それは私にも意識っていうものがあってですね、この意識っていうものは私のこの体っていうものの中において絶対王権であるっていう、そういうようなことなんですけれども、これだけではですね、私は近代国家、近代個人としては認められずに、もう一つの条件、他の絶対王権、他の、まあ、個人からですね、私が一人の個人であるっていうことを認められなければならないっていう、そういうようなことがあって、これ認められなければどうなるのかっていうと、国家の場合はですね、唐谷公人こうありますね、主権国家という観念は主権国家として認められない国ならば支配されても良いということを含意する。ヨーロッパの世界侵略、植民地支配を支えたのはこの考えである。故にそのような支配から脱するためには、諸国は自ら主権国家であると主張し、それを西洋列強に承認させなければならないっていう、そういうふうに書いてあるんですけれども、まずですね、私が主権を持った個人であるっていうのは、私の中においてはそれは絶対王権、絶対王権、近代個人 ではあるんですけれども、もう一つの条件、他の絶対個人からですね、認められなければならないっていう、認められない場合はですね、植民地に
なるっていう、支配されても構わないっていうことをこれは含意しているということで、私はですねこういうふうな近代的な近代国家的な考え方の結果ですね、いじめみたいなそういうふうなものが発生しているんだろうというふうに思いますね。いじめというのはですね、まあ、結局、自分がですね主権個人であるということを主張せずに、そしてその結果ですね、クラスやですね学校の仲間にですね、自分が主権個人であるということを承認されないっていう、その結果いじめられるっていう、そういうようなことになるのではないかなっていうふうに思ったりしますよね。これは現代においてあらゆるところでこういう考え方蔓延していて、例えば女性にモテない男性というのはですね、最初誰とも付き合ったことがないっていうそういうような男性はですね、大体において女性からですね、一人の男として認められないっていう、そういうふうなことになってですね、女性に関してさらには人生に対して自信を失ってしまうっていう、そういうふうなことがあったりすると思うんですけれども、このような考え方もですね、結局、このような近代国家的な考え方から、帰結してくるっていう、そういうようなことになるだろうと思いますね。そして、近代国家の重要性っていうのはですね、他にもあって、これはあらゆる近代国家っていうのは国家資本主義みたい的なことを最初行うんですけれども、この国家資本主義において一番重要なのは何かというとですね、産業資本主義にとって、唐谷公人こう言ってるんですけれども、産業資本主義にとって最も重要なのは産業プロレタリアの育成であるっていう、そういうようなことであって、産業プロレタリアとは何なのかっていうとですね、これは単なる貧民ではない、規律を持ち勤勉で新たな多様な仕事に素早く適応できる能力を持つ人たちである。そしてこのような産業プロレタリアっていうものを、育成するためにはどうすればいいのかっていうと、それはですね、国家が学校教育とかですね、徴兵制とかそのようなものを行って、産業プロレタリアっていう、そういうふうなこの近代国家にですね、機能する近代国家で機能するような人々を育成するっていう、そういうようなことで、徴兵制っていうものはですね、普通に考えてしまうと、他の国から侵略されないように常備軍を、整えるために徴兵制っていうものが敷かれているっていうふうに考えるんですけれども、そうではなくて、徴兵制というものは産業プロレタリアを育成するための初期段階であるっていう、そしてその初期段階が終わればですね、学校教育というもので子供の頃から産業プロレタリアっていうものを育成していく、すなわち学校教育というのはですね、何か子供たちに、学問の興味を植え付けるとかですね、そのようなこの世界の仕組みをですね、曲がりなりにも教えるとかですね、そういうふうなものではなくてですね、一つの考え方として産業プロレタリア、すなわち時間通りに会社に行くとかですね、会社に行ったら真面目に働くとかですね、そして、転職してもですね、その転職したところに合わせるその機敏性を身につけさせるとかですね、そういうふうなこの近代資本主義的なあり方に合わせて、教育されているっていう、そのための存在であるっていう、そういうようなことで、この結果ですね、私たちがこのような、意識構造になっているっていう、そして学校教育から、ドロップアウトしても構わないんですけれども、そのドロップアウトしてしまうとですね、それは産業プロレタリアっていう、そういうふうなものには不適応であったっていう、そういうようなことになってですね、ある種この世界において別の道を歩かざるを得ないっていう、そういうようなことになるわけなんですよね。ですから、それがですね、いいとか悪いとかそういうようなものでもないんですけれども、
この近代国家の在り方っていうものがですね、あらゆる面でですね、私たちのこう、背中に乗ってるみたいな、私たちの意識をですね、私たちの感覚みたいな、そういうふうなものをこう決定しているっていう、自由であるようでこうあまり自由ではないなっていう、そういうようなことをですね、唐谷公人のこの本を読んで、そういうようなところが気になったところですよね。今日はですね、唐谷公人の世界史の構造から近代国家について、近代国家とですね、それに影響を受けている私たちについて、少し考えてみました。今日の動画は以上になります。